藤原諸助は、平安時代前期から中期にかけての苦行、歌人。藤原北家、関白大城大臣、藤原忠平の次男。官位は、正二位、右大臣。夕食古実、学問に優れた人物として知られ、村上天皇の時代に、右大臣として、調整を支えた。諸助の没後に、長女、中宮康子書生の御子が、 冷静天皇、円融天皇としてそれぞれ即位し、諸助の家系は天皇の外籍として大いに栄えた。摂政、関白、大城大臣として長く調整を取った藤原忠平の次男として生まれる。延長8年頃、第五天皇の第四王女で4歳年上の禁止内親王に、三つ、後正式に婚姻が直居され、進化として、 史上初めて内親王を降下された。上平、天行年間に累進して、参義を経て、県中納言となる。平野正門が乱を起こした時、藤原忠文が、政党大将軍に任じられたが、交戦する前に、乱は平定されてしまった。朝廷では、孔が論じられ、兄、佐野よりは忠文には、孔がないのだから称すべきではないと主張した。 これに対して、諸助は、罪の疑わしきは軽気に従い、章の疑わしさは重きを見るべきだ。ただふみは命を受けて刑を出立したのだから、称すべきであると論じた。サネよりは自説に固執した。世論は諸助こそが、長者の発言であるとした。その後、大納言に転じ、右この大将を兼ね、12位に進んだ。天略元年須作天皇が上位し、 村上天皇が即位する。兄、佐根りが、左大臣となるに従い右大臣に任じられ、正二位に除された。出世は嫡男である佐根りが常に先を行くが、一句式にとまで言われ、朝廷の実験は佐根りよりも諸助にあった。諸助は、村上天皇が、東宮の時代から長女、靖子を火に入れており、その即位と共に女吾に立てられ、よく天皇を助けた。 安子は、東宮の範平親王を生んで中宮のとなり、他に、田平親王、森平親王を生んでいる。皇太子の外籍となった諸助は調整を指導し、村上天皇の下で、諸助らが行った政治を、天略の地という。室の近市内親王が皇居すると、宮城市内親王を、政子内親王が亡くなると、安子内親王を次々に降下され、 第五天皇の内親王を三人も室にして、皇室とのつながりを強めた。三人の内親王に密通し、いずれも室にしたことから、諸助を、うつほ物語の主人公の一人で、限りなき色好みの右大将、藤原県宮美のモデルとする説もある。天徳四年諸助は病に伏し、当時の監修に従い定発出家しようとするが、村上天皇は直詞を送り、 モロスケの必要たるを励まし、流しようとした。そのかいなく病は熱くなり、五月二日停発し、同四日公御。去年52。モロスケ自身は、摂政、関白になることはなかったが、村上天皇の崩御後に安子の産んだ、ノ平親王が即位し、その後はモ平親王が続き、外籍としての関係を強化できたことが、後にモロスケの家系の前成につながり、 長男、これまさを筆頭に、金道、喧嘩、ためみつ、金末と実に五人の息子が、大乗大臣に昇進し、子供たちの代で、石棺家着流を手にすることとなった。ただ平の教育を受けたサネよりとモロスケはそれぞれ、夕食後日の流派を確立。サネよりは、小野宮流、モロスケは九条流と呼ばれ、子孫に受け継がれることになった。これをまとめた書物が、 九条年十行事である。諸助と同じく古日に通じた源の孔明と信仰があり、諸助の三条と五女が孔明に嫁いでいる。祭人であった孔明は、諸助の講演を受けて永進する。また、科学にも優れ、歌集、諸助集を残している。天略十年、傍城右大臣、諸助潜在号を主催。 大英を頼むためきつらゆきの家を訪ねた、逸話等が、大鏡に記されている。直線歌人として、五千和歌集以下の直線和歌集に三十六首が、再録されている。自身の日記、旧歴、子孫に宛てた、遺訓書、苦情伝位会を残す。主に、苦行部人の記載による。日付は、旧歴で表す。ありがとうございます。